形でこうドキュメンタリーが密着するというのはどういう気持ちなのかっていうことと、あの密着したいですみたいなオファーが来るんですか？もともとはあの作られたのは大島監督という方なんですけど、大島渚さんの息子さんなんです。それもともとは大島監督の奥さんが高校の同級生、もうただそれだけなんです。それで私が落選した20年前初めての選挙の時に取材させてくれということで来られたんですね。で、私妻も高校の同級生なので、うちの妻と大島監督の妻、奥様がつながっているということだったんです。で、その時は落選したんですけど、その後折に触れカメラをずっと回しておられて、それで何年か経った頃に、20年近く経った頃にだいぶ撮りためたんで作品にしようと思うけどって言われて、え？それは別に好きにしてくれたらいいですけど誰が見るんですかというところから始まってるんです。だけど、まあ永田町というと、まあいろんなあの、ね、個性に触れた皆さんがいらしてなんですけど、まあ、こういう変わったやつもいるのかということが、もしかしたら受けたちょっと失礼なんですけど、あの関心を呼んだ部分なのかなという気もしています。で、まあ、密着というんですけど、大島監督っていうのは非常にそのスマートな方なので、全然あの気にもならないし、で私こういう人間なので、そのカメラが回っていようか回っていまいか、いつもただ漏れで、あの何も隠し撮りすることがなくて、どこでもどうぞ入って好きなように撮ってくださいというのが実態でした。あ、そうなんですね。確かに見たらわかるんですけど、まあ、普段の小川さんですよね。で、普通にあのいろんな、ね、立場の方に言い返してる姿とかがあったりとかして、本当に普段の小川さんを撮っているドキュメンタリーなんだなというふうに思ったりします。中谷さんはああいった方ってこのドキュメンタリーがもう密着してるとかっていうのはあるんですか？ブルームービーであのテレビ番組でクローズアップ現代でインターンの皆さんの活動とともにドキュメントをしていただいたりとかですね、あとは選挙特番で、なんで朝の人がするのとかっていうのをテレビから朝に追いかけてもらったりとか、そういうのがあったんですけど、やっぱりここまで本当に対策ですよね。僕も妻と一緒にですね、両方とも見たんですけど、なんだかよくわからない涙が溢れてくるんですよ。これはね、感動でもないんですよね。喜怒哀楽、すべての感情がこうわーっとくるような、もう本当に刺身でしたよね。それは同じ立場で苦労してるからじゃない？そうかもしれないですね。そのオーバーラップするっていうか、あと変な話、作品初回作が話題になった後、うちの講演会の方とかが香川で上映された時に見に行かれたんです。たくさんで帰ってきて何も感じなかったって言うんです。はい、もういつも見てる風景がそのまま上映されてるだけで何にも感じなかったって帰ってくるんです。はい、そうなんですね。やっぱりそのままが出てる。私見た時にご家族の姿がやっぱり非常に印象的で、中谷さんもねご家族すごい大事にされているから、いろいろ感じるところはあるんじゃないかなと思うんですけれども、中谷さんから見て、まあ、やっぱりあの映画を見てこの人応援したいなと思いましたね。もちろん刺身と同じで魚も良くなきゃいけないんですけど、それを切り抜いた料理人の大島さんも本当にプレイジで、よく小川さんのここを切り抜いたなっていう、本当にいい出会いでした。ちょっとごめん、口挟んだと申し訳ない。これがこの人のすごいところで、あの作品見て刺身だって言ったのを聞いたの2人目なんですね。1人目はうちの妻なんですよ。私は作品を見に行かないと決めてたんです。つまり私が 見たりとか編集に関わるとやっぱ色がつくので、もうあえて作品の客観性を犯さないために私は見ないと言ってたんですよ。妻は見に行ったんです。で帰ってきて刺身で出してくれてたよって言ったんです。で後日談があって、大島監督にそれを伝えたんですよ。うちの妻が見て帰ってきて刺身だと言ってましたって監督に言った。そしたら監督が、これやっぱ和田さんは同じこと言って、刺身を刺身のまま出す難しさがあんたに分かるかって言ったんです。監督が、つまりその味付けも調理も何もしない、
あの本当にこう刺身を刺身のまま美味しく出す難しさが分かるかって監督が、まあ、自慢に言ってました。それを一人二役でやるのがこの中谷和樹。これ何の打ち合わせもしてませんから、これなんですよ。この人のこういうところなんです。本当すごいですよね。あのお二方ともね、あの私あの少しずつ支える立場から見ていたりするんですけれども、あの全然性格とか全然違うんですけど、いつもね、意見がちゃんと合ってるんですよね。こうデコボコあるんですけど、そのデコボコがしっかりこうちゃんとこうパンと入るような形でいいコンビだなと思っていて、大根性私たちあのお手伝いさせていただいたんですけれども、その時から中谷さんと小川さんのこのコンビは非常にいいコンビだなというふうに思っていて、これからも非常にあの楽しみだなと思っていました。で少し話をね、あとどうぞ小川さん、あのあと5分10分ですよね。ちょっと中谷カズマロンに入っていいですか。あ、塩さん何だったんですか、今振ろうとした話題は。あ、振ろうとしたんですよ。あの1点だけ、あの映画の最後の方に、あ、先ほど奥様の話が出たんですけれども、あの何て言ったか忘れたんですよ、奥さんが、あの後から確かめてみてください。何て言ったか忘れたんだけど、お家かな、あの座ってあの監督にインタビュー受けてる時に、奥さんがですね、あ、私がそれだよねって思うことを言っていたので、何て言ったかは昨日見たのに忘れてるのがちょっとあるところなんですけど、いや家族ってすごいなっていうふうに今思ったっていうのを伝えようと思っただけです。どうぞ。本当にあの家族にはもうずっと迷惑かけっぱなしで、カズモさんまだ試食用住まい。僕はあの実は不動産まだ持ったことが一度もないですね。同じだよね。会社でございます。聞きにくいけど、塩村さんも借家住まい。私は違うんです。ああ、素晴らしい。私はまだアパート住まいでして、いつもあの妻には本当に寂しい思いさせてる部分もあると思うんです。だからアパートに、香川のアパートに帰るとしょっちゅう住宅の広告置いてあるんですね、机の上に。あのダイニングの上、切ないなと思いながら。でまあ、娘たちにも両親にも兄弟にも本当にこの仕事は少なからぬ犠牲を強いるところがあって、だからこそやっぱりいい仕事で本当に社会にお返しして応援してくれてる人たちが気持ちの上で満たされるようなことをやっていく責任が僕らにはあるよなということを思います。ありがとうございます。それで今日本当はあの中谷一馬論をやりたいんです。でもうあと5分しかないので、ちょっと私なりに中谷一馬は、私18年間国会議席を預かってるんです、お恥ずかしながら。で数々の本会議のいろんな演説質問を聞いてきました。記憶に残ってるのが2つなんです。1つは中谷さんのちょっと先輩の方が、自分は日本の緑肥になりたいって言った人がいるんですね。緑肥って分かります？緑の肥料。レンゲやなんかが咲いたまま、生きたまま畑に捨て込まれて、やがて堆肥になる。ある種のその自己犠牲ですよね。でそれはすごく印象残ってるんです。で、もう一人が中谷一馬です。で、上等な話に聞こえなかったらごめんなさい。彼は本会議で何て言ったかというと、安倍さんが総理大臣、安倍さん、お金の心配したことありますかって聞いたんですよ、他に。これ私、安倍さん、なんて答えるかな。で、本会議で時々眠たくなる時あるんですけど、パッと目が覚めまして、これは本質をついたすごい質問だと。つまり、今回の岸田さんもそうですけど、繰り出される政策や政治姿勢の根幹に、やっぱりそうは言っても人間ですから、自分たちが生まれ育った環境とか経験とかけ離れた発想は出てこないんですね。この質問を繰り出した中谷一馬っていうのはどういう男なんだと、私はすごく関心を持ってあの調べたり、それから話を聞いたりして、まあ、先ほどご家族のお話もあったし、で去年だったことでしたが、大事なお母様が見送られて、ますますその子供が大きくなられている最中ですけれども、こういう話を国会でクリアした中谷一馬っていうのは本当に貴重な種だということをすごく感じています。あの駆け足で、それから2つ目驚いたのは、私がなんて映画の公開も何もない頃、本当に無名の、まあ、駆け出しとは言いませんけども、まあ、中堅の頃にいた時に、一馬さんがいきなり神奈川に行って
で、私香川に行って、ジュヤさん、まあ、こういう人ですから、ちょっとデジタルでリモートでお話できますかって言われて、何？元気？ってこう画面見ながら、ジュヤさん、党代表に向けてここは一つ一肌脱いでくれませんかと。誰よりも早く私にそういうケツを蹴り上げるっていうんですか、突き上げるっていうんですか、そういうことをまあ臆せず、しかしまあ悪い気持ちにもさせず、非常にそういう、まあ、感性というか感覚というか勇気というか行動力というか、これに舌を巻いたのが2つ目です。で、関連してこの人こう言うんですよ、私に。ジュヤさん、あと5年はやってください、10年後は私がやりますから。これもまた普通言えないですよね、先輩前に。でも私そういう和真さんが大好きなんです。こう、これが3つ目。それから4つ目はこの間まさに専門分野ですが、岸田さんにチャット GPT と話題のですよ、岸田文雄とどっちが立派な答弁するかということを国会で仕掛けましたよね。この感性、またある種の胆力、これも立派だと思いました。で、最後、ご存知の方も多いと思うんですが、この和真さんの人脈というのはまあ本当に多岐にわたってるんです。まあすごく成功を収めて日本社会を変えつつあるような IT にある変革者や、あらゆるメディアで最前線に立って本当に若い人たちを代弁しているような論客や、まあものすごい人脈です。もう舌を巻くぐらい圧倒的です。これは懐に飛び込み、そしてまあ辛いこと酸っぱいこと甘いこといろいろ言いながら、本当に可愛がられ、もう独特の才能だと思います。それこれ含めてまあ大きく育ててやっていただきたいな、そのことをお願い、今日もそれだけ言いに来たんで、他のことはもう全部余興前座なんですが、それだけ言いに来ました。で、この厳しい中ずっとお支えいただいている皆様に本当に心から感謝と、そしてやがていずれにせよ総選挙がやっていきます。どうぞ神奈川7区を、どうぞ香川1区にしてやってください。それを心からお願い申し上げまして、もう私何も喋りません、その時間ですよね。はい、ありがとうございます。香川1区にしてくれというのは総選挙区で勝ってくれということになってきますので、皆さんぜひ応援もよろしくお願いしたいというふうに思います。それでは最後に中谷さんからこの後の香川一区の見どころを皆さんにお伝えしていただきたいと思います。ありがとうございます。今小川淳也さんからさまざまな話をいただいたんですけれども、ここにいらっしゃる皆さんもそうだと思うんですが、僕はいつもこういう寛容な先輩であり寛容な仲間たちに支えてもらって今があるなということを本当に実感をしています。私性格がかなりはっきりしていてですね、いいものはいい、悪いものは悪い、先輩にも関係なく先輩これ違うんじゃないですかということを言ってしまう性格もありまして、よく干されたりですね、よく厳しい指導をいただいたり、まあ、出る杭も埋まるんじゃないかぐらい叩いたりする時があるんですけども、そういう自分でもですね、数もいいじゃないかと常に可愛がってくださる寛容な先輩や仲間たちというのがいらっしゃって、その皆さんに支えてもらっているおかげで今があるなと本当に感謝をしています。その中で今日ご参照いただいたそういった寛容な先輩や仲間たちにお勧めしたい香川一区のポイントはですね、先ほどから話が出ているように本当に刺身です。これこそが政治のリアル、私たちがまさにいつも見ている景色の中で、こういう苦悩や葛藤がありながらみんなそれでも把握縛りながら政治やってるんだよなということを思い出させてもらうような映画でした。合理的な判断ってみんなできると思います。自分の私利私欲や自分の孤立孤略で物事を判断することって人間は誰でもできるんですけども、そうじゃない、合理的な判断をできるものが不合理な判断をするときってそれはもう心の判断なんですよね。正義感だったり気持ちが溢れていたりとか、
この国なんとかしなきゃいけないとか、国民生活をどう変えていこうかとか、そのために自分を身を粉にしてでも前に進まなきゃいけない。これはもう完全に心の判断なんですね。その背中をまさに見せてくれた先輩が小川淳也さんで、香川一区にはその魅力が本当に詰まっているなと思っておりますので、皆さん最終最後までぜひ楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではこの後は香川一区を楽しみいただきたいというふうに思います。ぜひこの映画、中谷さんだったらどんな映画になるんだろうというふうに思いながら見ていただくとまた面白くなると思います。それではトークセッション終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。